三越がおろされる、東明岩神宝神社は、高知県安芸郡安田町にある神社。祭神は大山の命。灰神は、天照大神、春日大神、八幡大神。社格は、県社。四国八十八箇所二十七番札所上宝寺の奥の院であるが、元は札所であった。神、峰山の山頂近くの標高を500メートル付近にあり、 神宝寺の約250メートル登ったところに位置する。神宝寺の前身である観音寺との神仏集合の宗教施設であったが、明治初期の神仏分離令により仏教施設が廃され、神社のみが残った。明治20年に神宝寺が再興され、現在は神宝寺の奥の院という位置づけとなっている。神宝神社日記によれば、神武天皇が後生の際、 この山、を神の峰とし石を積みひもろぎを立てて祀ったことが起源と伝えられている。本殿の向かって右奥上方には、東明岩と呼ばれる岩がある。この岩は太古から夜が更けると青白く光っていたと言われている。天変地異などの異変が起こる前兆として光ると言われており、日清戦争、日露戦争、関東大震災、太平洋戦争、 南海地震の前に光ったと伝えられている。毎年10月28日に行われる。標高450メートルの神社から4キロメートル離れた海岸の元美所まで成人男性がみこしを担いで駆け下りる。神楽、太鼓、にわかが奉納される。かつては奉納相撲も行われていたが、少子高齢化により平成18年を最後に途絶えていた。 平成28年10月28日に、東浜の松林にある土俵で、町立安田小学校の児童ら約40人が、参加して奉納相撲が9年ぶりに開かれた。大奥の木、新法寺本堂から大指堂の段に上がる直前に、上がり口があり、そこから250メートルで神社に至る遊歩道がある。二王門のすぐ上の鳥居からのコースだと、 約400メートル祭りのポスターでは600メートル。ありがとうございます。